熱海市伊豆山で起きた土石流災害で、熱海市議会は今日5回目の百条委員会を開き、調査に必要な参考人13人を招致することなどを決めました。熱海市議会では土石流災害の原因究明のため百条委員会を設置し、災害に至った経緯などを調査しています。一部非公開で行われた今日の委員会では、市や県などに対し、資料の黒塗り部分など合わせて135件の追加開示と、質問172件への回答を求めること、また県から提出された4132ページの資料の黒塗り部分を全面的に開示するよう求めることを全会一致で可決しました。そして工事や不動産の関係者など13人に対し、参考人としての出席を求めることも可決しました。盛り土のあった土地の前と現在の所有者は参考人には含まれず、証人として勘問する方針です。疑問に思ったことを調査または参考人としてですね、呼ぶ機会をしっかり設けてですね、事実の究明をですね、していきたいと思っております。参考人を呼んでの委員会は来月3日からを予定していて、原因究明に向けた調査を加速させたいとしています。